実は世の習いとは申せ、祭りごとに不満を抱く武士を束ねた高氏様、やむなきこととはいえども、天皇に矢を向けられてしまわれたのです。今申しても千なきこと、私はなぜあの桜井の駅で父と別れたのか。父と共に港川に赴き、討死にしておけば、いっそこの場でお流れなされ。そなたはお父上のご意見をよもやお忘れか。それに背いて腹をほふらんとするとは、なんたること。この後誰が天皇をお守りするというのでしょうか。摩擦はしかとこれを見や。なんとこれは菊水と比里宝剣天の旗差し物。それにそなたが手にしている刀は、父が港川へ向かう折の刀ぞ。むむ、